どうもー、マキマキマキです。今日は京都府宮津の恵比寿さんでタンゴジギングです。実は直近でね行ったんですけど、結構バラシも多かったんでね、今日は何としてもブリを釣っていきたいと思います。で今日はこちらでお願いします。港船長です。はい、今日は どうでしょうか。なんかまあ、昨日とかボコボコやったんで、まあまあ釣れると思いますよ今日も。まああとは釣るか釣れないかは、まあ、アングラー次第ですか。釣れ次第ですね。ちょっと頑張りたいと思います。はい、頑張りましょう。これ、はい、結構深場ですよね。いや浅いですよ。もう浅い、もう中層ぐらいにおるんで、もうバンバン釣れます。そういう時ってボトムまで落とした方がいいんですか、それか。いや昨日はもう落としてないですね。中層で止めて上の魚狙う感じで。了解です。お願いします。ではどうぞどうぞ。うわあ、も10キロあるかな。ブリよりでかいな。10キロオーバー。もうね11時過ぎですけど、まあ、釣りらしい釣りにもなってなくおらず、今日はやばいっすよ。あ、来た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 。リールにと絡んだの直してたら置き竿で勝手にいつの間にかブリじゃないよ多分。うん、止めてると食う。新しいスラッシュのジグで。あ、多分餌かな。あ、違うわ。なんだ。アコしてる。アコ、まあいい魚なんで。アコです。アコです。しかも中層で止めてたら来たんだ、不思議な。中層で来た。なんとアコです。まあまあいいサイズで。メガチーやもん。俺室戸行ったときな、朝からやって夜の10時ぐらいまでやったんだけど。ん、うん、なんか求め…ん、でも全然引かんけど寝魚かな。レンコ、あ、うっかりか。うっかり釣れました。え、来たかな。なんか来たな。なんか来ましたね。メジロとかかな。あれ、ハマチかこれ。やばい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 。粘る。めっちゃ首振っとる。目白あるかな。あるか。
今日はこれでも嬉しいわ。メジロ。南鉄。よー。メジロ。今日はねこれでも嬉しいです。やっと来た、やっと来た。どこ行った？釣れましたね。やっと来た。サワラ釣れました。走ってるな。わあ、あったあった。これどうするか。あ、当たっちゃったラインが。あ、切られた。切られた。切られた。最悪。ちょうど切られた。もう上がります。あ、やばいやばい。あおう、あーやばい。よいしょ。うっかり釣れちゃった。うっかりね。うっかり釣れちゃった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は厳しかったですね。青もやばかったですね。もうでも目白を一本取ってあるんでね。あれは良かったですね。そうですね。あれさすがっ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 すね。もっと当たってね。もっと褒めて。あ、もっと褒めた方がいいですか。サワラもね、3本釣ってね、はい、船で3番目ちゃいますやっぱ。1位の人5本釣ってあるんでね。それいらん、それいらん。そこいらんす。あ、勝たなあかんすよ、あこに。まあでも青も他の船も釣れてなかったんで、まあ1本取ってるのはすごいと思いますよ。
ね、うん、上手にちょうど。あれどこに着いたんですか？上の方ですか？20メートルぐらい巻いたぐらいですか？着いてきよったんですね。最近はなんかもう早巻きじゃない感じで食ってたんで、まあ早巻きと普通のやつって、ね、そうですね、両方混ぜながら交互にやった感じで。あれは良かった。そんなこっちもホッとしました。連れてかけてくれて、ほんま。まあこれが釣りでしょう。まあまあいろいろですね、釣れる時もあって日によって違うんで、また来ないといけない感じになりましたけど、またもうリベンジで、リベンジしたいと思います。はい、はい、そうなるよね。ご視聴ありがとうございました。新しい動画をアップしましたらすぐにご覧いただくことができますので、まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。また動画が少しでも面白いと思っていただいた方は高評価ボタンをポチッと押してください。コメントもお気軽にくださいね。ではバイバイ。